一文グランプリのお時間が参りました。この企画は英単語を面白い例文で覚えていただこうとする企画でございます。皆さんも印象的な例文を作って英単語を覚えるようにしてみてください。それでは早速今日の1単語目から参りましょう。 Orient Orient、アクセントは頭です。これ注意してくださいって言っても、最近そんなアクセントとかやらなくてもいいのかな。共通テストは完全にもう文章を読んで内容を理解する問題になってしまったので、まあでも一応アクセント間違ってると笑われることもあるので、まあ1だけは知っておいてください。 Orient Orient で、まあオリエントって聞くとね、まあオリエンテーションだの、オリエンタルだの、いろいろね派生語を思い浮かぶかなと思います。でもこのオリエントって言葉にどういう由来が込められているかね、それをお話しすると、昇る太陽でございます。太陽が昇るのはどっちですかね。西から昇ったお日様がじゃないですからね、逆ですよね。東から昇りますね。だから東の、東洋のって意味になってくるわけですね。オリエンタルっていうとね、ね、オリエンタルラジオ、パーフェクトヒューマンじゃなくて、ポーズ違いますね、全然ね。あと、まあ、東ってことは方角がわかるね。東って場所がわかれば、左は北、右は南、そして後ろが西ということで、方向がわかりますね。っていうことなので、方向を示すっていう意味にも、オリエントっていうのは使われるわけでございます。今回その方向を示す、方向づける、っていう感じの意味で例文を作ってみましたので、どうぞ。 Freshmen are oriented not to join cult clubs. Freshman、 これは大学1年生っていう意味でよく使われます。大学生1年生、2年生、3年生、4年生で決まっておりますので、まあ、これもついでに覚えておくといいかな。今テロップ出てますけどもね、それで覚えていただくといいかなと思います。 Oriented not to join cult clubs、 カルトサークルとでも言いましょうか。大学生になると、まあ、まずこれ3つ言われると思ってください。まずお酒は勧められても断ろう、まあ、詳しくはねちょっと今カード出ておりますけども、この動画を見ていただくと、人がお酒に強い弱いっていうのはもう遺伝子レベルの話になってくるので、ちゃんと断りましょうねっていうね、そういうお話でございます。よかったら見てください。ちょっと専門的なとこ入ってますけどね。で、2つ目は薬物に手を染めるな。これもよく言われますけどもね、やるなやるなって言われるとダメですよ、ね、ダメですよ。薬物はね、間違いなく人生狂うんでしょうね、見てる感じそうじゃないですか。あの人とかあの人とかあの人とかね、名前出したら怒られそうなのでやめときます、いくら底辺 YouTuber でもやめときます。で、最後ですね、これが今言った例文でカルトサークルに入らない。これがね一番聞いててんってなると思うんですけども、ありえるんですよ、ね、外見は普通のサークルを装ってる、だけどもそのサークルではなんかそういう宗教的なねことやってるわけですよ。でその宗教で洗脳されるわけですね。で洗脳されると同時に、まあその人はまたその一員としてまた新たなカルトサークルへの入団者っていうのを探しに行くんだみたいなビデオを見せられちゃうわけですよ、ね、怖いですね。これだってやっぱ大学生活を棒に振るようなね、しかも人生すら棒に振ってしまうようなお話じゃないですかね。ああいう事件もありましたし、ちょっと怖いんだけども、カルトサークルには十分気をつけてくださいよ的なね、そういう啓発、この3つは絶対に新入生の、啓発ビデオで見せられるので、そういうことがあるんだなっていうことを知ってもらえるといいかなと思います。それでは次の単語に行きましょう。 Varied Varied、今僕ちょっと変な顔しましたよね、いつも変な顔してるだろうってツッコミはやめてね、この V って音ですよね。 V って音を B と同じようにバって言ってはいけないわけです。ここもあんまりね発音うまい方じゃないからね、見ての通り皆さん滑舌悪いことはお分かりだと思うんですけども、ちょっと笑顔でなんかこんななんかにやけた感じでわわわと発音していただくと、V の音に近いのかなと思いますね。 Varied っていうことを意識してみてください。意味はこれ有効なっていう意味でございますね。じゃあ例文見ていきましょう。The scores of TOEIC IP tests are not varied in the Japanese National Government Employee Tests. わかりますかね。ちょっと英語に訳すのは難しかったんですけども、Japanese National Government Employee Tests っていうのは国家公務員試験、日本のね、日本の国家公務員試験っていうのを
公式の英語のね名前がね分かんなかったんで、ナショナルガバメントエンプロイーで国家公務員は多分正しいので、まあそういう感じにしてみましたけども、ここで TOEIC の IP テストのスコアは有効ではありませんという内容の例文でございました。これね僕実際にやらかしました。まあ最終的に、もう満体だったんですけども、意外とこれ落とし穴になるので気をつけてくださいね。皆さんは大学生になったら TOEIC を受けます。TOEIC って言っても、あの会場で受けるようなテストと、IP テストっていう2種類があるわけですね。会場で受ける、まあ、LR って書いてあるかな、リスニング・リーディングで、LR ですけども、そちらのテストはもうちゃんとした公式のテスト、毎回毎回新しい問題が作られて、団体に属さないでもう赤の他人同士で受けるようなテストでございますので、もう完全に信頼性が高いわけでございます。で、IP テストってなると、その小さい団体の中でやるテストって感じなんですね。学校単位でやるとか、まあ塾単位でやるとかね。そういうようなテストが IP テスト。気楽に受けられる。で、ただ問題がね、過去の問題に使い回しだったりするので、よりオフィシャルな点数ってなると、IP テストはダメなのかなっていう形でございますね。だから、国家公務員、総合職では、英語試験の成績で加点がされるんですけども、その時に TOEIC の IP テストはダメとなりますので注意してください。ね。だからこれから TOEIC を受けようとする方は、なるべく公開テストの方ね、なんか大きな会場で受ける方のテストを選ぶといいのかなと思います。まあ、ちなみに他にもいろんなテストありますけどね、国家公務員総合職で加点対象になるのは、あと英検準1級と、あともっとね、広くやるんだったら、IELTS か TOEFL RBT、TOEFL RBT ですかね。そちらの方がおすすめです。IELTS はごめんなさい、よくわかんないんですけども、TOEFL IBT の方は、受験料バカ高いです。2万7000とか8000とかなんかね、1回のゴチの設定金額みたいな感じになっておりますけども、その分、例えば大学院行く時の英語の成績、英語のテストをやらない代わりに、この成績を見ますよとかって言われて、そういうので TOEFL IBT が使われたりする。あとはやっぱ海外留学にもね、使えたりするので、TOEIC とかと比べて、かなり専門的といいますか、海外の大学で授業を受けるようなノリだと思ってください。そういう力があるかどうか的なね、ところだったりするので、だいぶ難しいです。自分が、将来何をやるのか、そういうに合わせて、そういう英語の試験を選ぶのが重要なステップとなってきますので、そこをしっかり考えるようにしてください。それでは次の単語に参りましょう。よさくは木を切る。repair, repair. 修理するでございますね。まあ、fix と何が違うんだってなるんだけども、repair が一番ね、使われやすい単語かなっていうことは、まあ、知っとけばいいかなと思います。それでは、参りましょう。今日の日向坂例文でございます。どうぞ。The staffs repairs a road which was broken by Suzuka.今回は、鈴鹿、富田鈴鹿を例文に起用しました。この前の日向坂で会いましょうで、タイマンバトルがございました。渡辺美穂っていうね、なかなか強い感じの女の子と、富田鈴鹿ってね、結構負け顔に定評のある女の子でございますけども、この二人が寿司ワゴンで綱引きをやりました。寿司ワゴンで綱引きって何やねんって。この世に寿司ワゴンってものある、ね、まずこれおかしいんですけど、まあ、要するにワゴンですかね。なんか、バラエティ番組よく見る、これ物運んでくるワゴンがございまして、このワゴンを、渡辺美穂、ベミホと富田鈴鹿、スージーが互いに引き合って綱引きの要領で勝ち負けを決するっていうところでございました。対決は白熱しました。でもう白熱しすぎた結果、最終的にスージー鈴鹿が勝つわけなんですけども、その時も勢い余って後ろにあった壁をドシーンってやって、壁は壊れましたね、ということで、その壊れた壁を修理するスタッフの姿が僕の頭の中で今浮かんでるなということで、この例文を作りましたね。あれもうもしかしたらそのまま取り壊して捨てちゃってる可能性もあるかもしれませんけど、まあ、それくらい結構やっぱ、ガチでやってた、さすが日向坂だなと、しかもさすがバラエティ番長富田鈴鹿だなと、思わせる一幕でございました。見れる方は見ていただけると嬉しいです、ね、じゃあ次の単語に行きましょう。遠い夢捨てきれずに、ふるさとを捨てた。
personality personality、今サライを歌いましたけども、24時間テレビといえばパーソナリティですよね。メインパーソナリティ今年はキンプリということでございますけども、このねパーソナリティっていうのが普通に海外でもよく使われる言葉でございまして、まあ日本語の和製英語のタレントと同じだと思ってください。あのタレントっていうと英語では才能っていう意味になりますが、日本だとねそういうなんか芸能人をタレントとかってね言いますよね。その意味だと英語の場合はパーソナリティの方がいいのかな。それからスターですね、どっちかだと思いますけども、 TV スターとかねテレビタレントみたいなねそんな感じでございます。なのでこのパーソナリティっていうのは、まあ一つとしてもちろんそのタレントとかね、芸能人っていうところもあるんだけども、まあ知ってほしい意味は、性格、人間性っていうところでございますでしょうか。で、キャラクターと何が違うのかって話ですよね。キャラクターも性格とかっていうところなんですけども、キャラクターっていうとなんかそういう明るいキャラみたいなね、そういう感じでちょっとあのやんわりした感じがありますが、パーソナリティだと、ちょっともうちょっとなんかしっかりした、なんか客観的って言えばいいのかな、そういう性格を表していると思っていただければいいかなと思います。ということなので、客観的な性格っていう点で例文を作ってみましたので、どうぞ。 The test of personality makes me sick of myself. Sick of myself っていうのは自分自身にうんざりするっていう感じの表現で合ってるかなと思います。The test of personality 性格診断は、僕をうんざりさせる、自分自身の性格にうんざりさせる、どういう話かと言いますと、これもまた大学生になる方への話でございますけども、大学生になると、免許を取りに行く人が多いかなと思います。で、免許を取るときってまず最初に何やらされるかっていうと、まあいろいろありますけども、まあなんか性格診断、適性検査とかって言えばいいのかな、そういうテストをやらされるんですけども、これで選択肢をねわざわざ読み上げたんですよ、僕の、学校の場合はね。でそれがねもうなんか胸に刺さるような選択肢ばっかでね、ってなるわけなんですよね。例えば一人ぼっちでいる方が好きだとか、すぐネガティブな考えをする、性格悪いと絶対思われている、自分より輝いている人を見ると嫉妬する、毎日が嫌になってくる、この世の中の全てがうざいと思うとかね、まあそんな感じの選択肢がいろいろ読まれるわけですよね。でまあイエスかノーかみたいな感じで答えるんだけどもさ、こういうのばっか見てるとなんか自分の負の部分ばっか見られて、なんかさ、すごいなんか嫌になってくるんですよね。で、わかりますかねこの気持ち、味わえますからね、免許取るとき、あとね、公務員試験でもこういうのがあったりしました、ね。まあ、これはね、淡々と読み上げるんじゃなくて自分自身で自分のペースで解いていく、まあ、もちろん制限時間あるんだけど、迷わずに答えてくれっていうことで制限時間を設けられてて、でもやっぱりそれとやっぱ同じようなね、なんか、暗いどんよりとした感じの選択肢がね、毎日が憂鬱だとか、もう外に出歩きたくないとか ね、まあ、こういうのを見てやっぱあこういう性格なんだなってわかるんだろうけども、ちょっと暗くなりますよねで、まあそんなこともあるんだよってことを、皆さんにお伝えしたいということでこの例文を作りました。どうでしょうかじゃあ次の単語に参りましょう。最後ですね、Consequence毎回毎回歌うわけじゃありませんからね、さっきたまたまね439で予作だったのと、次パーソナリティで24時間テレビだなと思っただけで、毎回のように歌ってたら多分緊張迷惑なので、まあほどほどにしております。 Consequence 一番最初のアクセント、これもちょっと間違いやすいですね。最初の Orient と、合わせて最初に来るんだってことを意識しておいてほしい単語でございます。で、意味としては結果かなんですけども、 result と何が違うかっていうと、これもまたやっぱ単語長いじゃないですかね。そういうところ見る感じちょっとお堅いのかなって、なんか会話の中で、result じゃなくて consequence がさとか、 consequence がさルーお芝居やないかと思うんだけども、 result がさとか言うかもしれないけど、 consequence がさとか言わないでしょね。だからしかし噛むじゃないですかね。 con っていうのはまあ共にですね、コミュニケーションとか、まあ、CON と COM っていうのは共にみたいなね感じがありますよね。で、sequence っていうのは連続っていうことで続くってことなんです。で、もう共に続くで、共にがちょっと理解できないかもしれないんだけども、まあ、ずっと続くってなると、まあ、結果ですよね。
何々した結果っていうのが続くわけですから、これで結果って考えていただければいいかなと思います。では例文に参りましょう。 Toshiaki's self-will had a serious consequence in the journey。 はいね、Toshiaki は、春日さんですね、踊り春日さんでございますけども、春日さんのわがままが深刻な結果を生んだね、深刻な結果を生んだってことでございますけども、これは充電旅です。出川さんのね、充電バイクの旅でございますけども、2019年の新年一発目の放送で、山口県の周防大島ってところを巡った時に、まあ、春日さんがゲストだったわけですね。で、春日さんが、お昼ご飯の時間になってピザ屋を見つけた。ピザ屋さん取材 OK だったのに、春日さんといえば筋肉、ね、筋肉キャラでございますから、炭水化物は嫌だと。それを言ったら、この後、ことごとく取材拒否されると。ね、行った店がことごとく取材拒否されて、で、ようやくね、入れたんですけど、まあそこもね、結構閉店ギリギリだったって、すごい危ない状況だったわけですね。だから、春日さんのわがままなくて、最初そこでピザを食べていれば、もうそこの後飯でね、ちょっと苦労することもなかったのかなっていうことで、serious consequence っていうことでやっておきました。出川さんにしたら珍しいな。出川さんって今みんな好きじゃんね、取材拒否とかね。であんまり充電旅ではなかったから、その春日さんのわがままでそういうこともあるんだなってちょっとねびっくりした放送回でございましたので、例文にしてみました。春日さん何やってるんですか。大人として恥ずかしくないんですか。まあちょっと最後にマニアックな話をしたところで、今回も5単語やってきましたけども、どうでしょうか。今回ちょっと発音に関するお話が多かったのと、あと例文のテーマがね、大学生になってからの心得みたいなところもね多かったかと思いますけども、まだまだ先は長い。まだ25単語ですよね。ちょっと僕のペースに合わせてると中学生の皆さんでも受験に間に合わないと思うので、皆さんはどん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 自分で例文を作って、英単語をマスターしてってください。ね、僕はその皆さんの補助輪だと思っていただければいいかなと思いますのでね、ぜひ充電をお願いします。いりませんよ、補助輪に充電なんて聞いたことないですけどね。はい、ということでこの動画が良かったと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバイ。